ましたけども、まあ本当にですね、もう8時だよ全員集合みたいな雰囲気でございまして、大変な勢いで、まあ、日本中の若いやつがここに集まっちゃったなって、そういう感じがいたしますけども、本当にあの暴動の起きないようにですね、事故のないように丸く収めていきたいと思っております。日本放送から出稼ぎでやってまいりました、上柳正彦でございます。よろしくお願いします。本日ライブでお届けします、夕焼けにゃんにゃん、嬉しくて肌寒い松本幸喜です。もうすごいですね、なんかプロレスでも始まりそうな様子ですけども、よろしく伊藤千束です。そしてまたまたすごいだろうきっと、今日のおめんこはこの子たちです。こんにちは、台南の11番福永さとみです。久しぶりに九州に帰ってきました、台南の18番の方ジュイコです。そして今日も元気だ、股間が大混雑、おにゃんこオークラッパー、もうお相撲、ほとんどお相撲でお届けしてます。声借りたいそうですね、今日は本当にね、今日は国際スポーツフェアの会場から生中継ということでお送りしておりますけどもね、はい、今キレイにこのお客さん見てください。はい、もう一回大歓声。怖い雰囲気がするんですが、ただでさえこんなに盛り上がっているチームでございますけども、この二人が登場したら一体場内はどうなってしまうのか。それじゃあタカさん、ノリさん呼んでもいいか、いくぞ、トンネルズ。番組に入った感じがしますが、それでは最初のチャレンジャー、この場内のプレッシャーに勝てるかどうか、名前を。木村和夫です。和夫、じゃあデモンストレーション。マネージャーとして人間の常識を打ち破ったデモンストレーションです。時間がないんで早くしろ、ロッキー。どうかとってデモンストレーションなしにします。さあ、それでは試合の方に行きたいと思います。さあ、試合会場はこちら。あ、すごいすごい、よかったよ、すげえ、それすげえ。あらなんかね、レディース。
イツ。お調子も。はい、すごいすごい。みんなね。余計なことをやって場内は帰れコール。ロッキー余裕の表情。これでは一応試合の方に。これは危ないロッキー。ガサイが危ない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、湯上がりアイス。はい、湯上がりアイス。ダメ、お風呂に入ってから。湯上がりにさっぱり雪印。湯上がりアイス。千変万化の面白さ。夏を迎えるバザーゴールデンウィークは高木上どうぞ。ついに出た影の伝説 UK 台東影の伝説新発売 UK